のののでございいままます3月の1日日金曜日長官チェックの時間がやってまいりました本日も15分で長官全詞をダーッと斜め読みするという無謀な試みにチャレンジいたしますのでチャンネル登録の方お願いしたいと思います、えー、さて、えー、とはいうものの、えー、と今日はちょっと特別編でございます、えー、まあ政治面がねほとんど昨日の政倫審の話に費やされてるってこともあるんですが、えー、我が国の議会選民主主義のステータスは えー、死に瀕しようとしていますでそれは、えー、っと主に、えー、自由民主党のせいでありますとか100%自由民主党のせいであります、えー、その点について、えー、時間を割いてお話ししたいなと思いますので、えー、今日はそのいろんなニュースをガーッとやるというのは日経新聞だけでとどめて、えー、他の県に関しては、まあ、僕の自由講義とさせてもらいますそれが気に食わんと思うんだったら他のちゃらちらした動画見とけ。 はいえー、ということでございます、えー。じゃあいきましょう、日経新聞でございます、日経新聞の、えーまあえー、と一面トップで成林審の話が、えー、日経新聞出てきて、ちなみに、まあ、成林審が全部トップです。当たり前ですけどね、成林審がトップです。能登地,、えー、地震で1年経つというんですがあい、えー、2ヶ月経つというんですが、成林審がトップの話になっています。 生理、はいえー、心不信不足見通せずということで、日経新聞の一面、方がそうです、でまあ、この話は後で入っていきます、えー、気になったのは、GNI、中国の GNI が、えー、と低下、29年ぶりに低下したっていうんですね、えー、GNI っていうのは GDP、まあ、基本的に3面投下ですから、えーと、国民総所得というんですけども、所得イコール消費なんで、えー、の GDP の3面投下で、 えーまあ、GDP とほぼ一緒なんですが、それに、えー、金利等々の金融指標が入ったのが GNI です、えー、それが29年ぶりに減少しているということで、中国の経済がここ2、3年しんどいという,う指標がという姿が指標に表れた話かなと思います。これはは結構世界史的ななターニンングポイントかも分かもいいです、はい えでえー、っと注目すべきは日経新聞の社説かなと思います。政倫審で露呈した自民党の深刻な統治不全。はい。えー、まさにこの通りです。えー、っとねもう今日は長官チェックというかあのもう何も読む必要ないです。日経新聞のこの社説を読むだけでいいです。統治不全なんです。それは党内のガバナンスが効いていないというだけではなくて、日本という国を統治しているのは 今、自民党を主犯とする政府なんですが、その政府が統治不全に陥ろうとしているということです。まあ、その話を日経新聞を読み上げた後、えー、詳しくしたいと思います。えー、次なんですが、3、えー、面です。これも重要な話なんで言うとかなきません。えー、昨日ですね、えーと、滋賀県大津市で、えー、日銀の金融財政懇談会が開かれました。えー、そこで えー、高田作る審議員が、えー、2%の物価目標を見通せる状況になってきたと言っているところから、まあ、そろそろマイナス金利が終わるだろうということです、安倍晋三という頭の悪い勢いだけで、人を殺すことによって政治力を維持してきた、えー、キチガイ政治家が退場して、えー、ようやくキチガイじみた資本主義を歪めるわけのわからない経済政策から。 日本も抜け出せるということでしょうね、はいえーまあ、国際面、見ておきましょうね、14面、重要な話がいっぱいあるんですが、えー、14面、えー、15面、えーはい、プーチンが昨日強者演説して調子に乗ったことを言っています、えー、戦略核は、えー、完全に準備が終わっていると、進攻は優勢であるとかっていうことで、西側を、えー、ちょここまで来いみたいなことを言っています。 まあ調子乗ってますな、高転びに転び,蹴り、えー、宝転びに転ぶ日も近いんではないかなと思いますが、はいえー、ウンルワのトップが4月にも活動を停止するかもわからないということを言ってます、これは日本の国会で議論できないんであれば、国会なんかやめてしまえと思います、えー、ガザ死者3万人超、えー、ウンルワが活動を停止するという隣で、ガザでは飢餓が進んでいるということなんですね。 でえー、とトランプ氏、党内支配が強まるということ、これ、どういうことかというと、道真コーネルが昨日退任しました、上院から道真コーネルがいなくなったんで、あとアメリカの議会に残るのはトランプショッカーしかいなくなるということですな。はいえー、ということで、えー、ほぼほぼ今日押さえとかなければいけないニュースは、あともう1個、読売新聞の1面方、能登地震から2ヶ月ですが、えー、石川県の自民党県政が無能であるために、 仮説,のかんえー、仮説が300個止まりで終わってるということなんですね。考えられへん <laughs>、えー。聞いたことないです。土地が狭い、言い訳にならん。どうのこうの、言い訳ばっかりです。えー、熊本地震、東日本大震災、東日本大震災、あれだけの距離、津波でやられました。 えー、岩手福島宮城3県がえらい、えー、津波だけで考えたらねあとはあの土砂崩れとかで考えたら長野とかもそうですけどもいろんなとこがあっていろんなとこに土地がなかったですでも2ヶ月経って仮設が見つかりません建てられませんなんか言うてませんでした、えー、今の石川県知事は長谷博でございますその長谷博を石川県知事に無理に据えて えのがもう安倍晋三と森義郎であったということを改めてしておき指摘しておきたいと思います。さて、政倫審の話でございます。う、え、そ、ー、やと思うんであれば、まああの自分でネットをカチャカチャしたら読めますんで、各紙の所社説も朝日は逃げたんで社説書いてないですけども、えー、日経の社説が手厳しかったのもお分かりのように。 えー、読売、産経、毎日、朝日、東京新聞、すべて昨日のの生林審、内閣総理大臣、岸田文雄君が、えー、出席してたの成林審に、あれは一体何の意味があったんだ、岸田さんの説明は予算委員会でのこれまでの答弁と全く同じじゃないか、えー、そういうことを言っています。えー みんな呆れ返ってるっていうのは状態ですあれは何か意味があったんであろうかという話なんですね、えー、確かに注目が集まりましたそりゃそうですようんそりゃそうですよ内閣ソリア人が精霊心ごときに出てくるんですからしかも呼ばれてもないですがその結果どうなったか何の意味もない精霊心でしたがその結果どうなったか えー、衆議院のホームページを見ていただきたいんですが衆議院のホームページです、えー、これ衆議院のホームページで衆議院のホームページには日々その日どんな会議が立つかっていうのは出てます3月1日今日の開会予定を見ると本会議から総務から財政予算議運政倫審と、えー、目白押しです、えー、これ県政順に並んでるので、まあ、県政順という言葉知らなかったらあ,のあなた方辞書で調べてください 県政順で並んでるんで、こう並び方ですが、時系列的に読み上げると、朝8時55分から予算委員会が始まって、その裏で総務と財政がはし、財金が走って、えー、で、成立審も動くとで、それが午前中の間に巻き上げて、正午に議運をやって、本会議で採決するつもりなんです、予算案を。 内閣総理大臣が成立審に出たから、もう予算案可決してもええやろうと、う憲法の規定によって衆議院の優越っていうのは決まってますから、えー、衆議院の議決が終わった後三30日以内に、えー、自動成立します、予算というのは。 えー、ということは今年は3月は大の月で31日ありますから1日ではなくて3月の2日すなわち明日までに衆議院を通過していれば参議院がどんな答えを出そうとどんな審議を出そうと予算案の、えー、衆議院の客決原案の通りの予算が成立するということなんですね。でそれを政府側自民党側は意図しているということは明らかです。 ししかしね諸君予算というのは我々が納めた税金の使い道なんです。で国会の仕事というのは法律を作ることの前に、えー、予算編成をし予算を審議し納税者が納めた金が無駄に使われていないかをチェックしそれが国家の判定と社会の安定のために使われているかということを議論するのが まず議会の第一義なんですだから憲法には予算の章というのは章立てであるんですよ。うそやと思われたら憲法を見てみてください。国会という項目はあっても次法律って項目はないんです。予算という項目はなぜかというと金を僕らが納めてるからです。その金の使い道を決めるのは議会です。これ議会というものは最初法律を作るためにできたんじゃないんですよ。 マグナカルタ名誉革命の頃から議会というのは納税者が納めた金をどう使うかということを議論することを第一義としてきたわけです。で予算案の衆院の優越ということを憲法で決められているのは衆院というのは えより小さな選挙区でより数多く選挙をやるから民意にリアルタイムに近いだろうという前提に立って衆議院の優先というのは決められてるんです審議尽くされたんですかね 来年度の予算、2024年度予算は、えー、極めて重要な、えー、項目が目白押しです。えー、まず何よりも能登地震、その後に文、えー、教予算等々、大事な大事な予算が目白押しです。審議尽くされたんですかね、えー、この間、えー、予算審議そのものをお野党側が、えー、審議拒否したことはありません。 政、えー、林審開かないんであれば、えー、予算委員会開けないぞという交渉日程交渉はしましたけれども審議そのものを拒否したことはないです、えー、全然何もかかわらず足りてませんこれ全部自民党の都合じゃないですか自民党が予算審議という民主主義の根幹から逃げよう逃げようとしてるからでしょで政林審に呼ばれもしてない岸田文雄がやってきて これまでの予算委員会の答弁と変わらんような空虚な答弁をして、お茶を濁して、出たというアリバイだけ作って、予算を通すなんてことを許せるんですか、ね、自民党支持者の皆さんに問いかけたいんですが、こんな北朝鮮みたいな議会運営、許されるんですかね。 予算をみんなで審議するというのは民主主義のいろはのい、e、いです。これは自民党政府が民主主義を放棄しようと、もう完全なる先制体制で政治を進めていこうと言ってるのに等しいじゃないですか。悔しかったら選挙に勝って議論できるようになればいいとおっしゃるかも分かりません。えそれ皆さん、ほな、アメリカに押し付け憲法なんていただけたい。 えー、買ったから憲法を作れるな思うなとか日頃おっしゃってますけど自民党の支持者の皆さんそれと整合性取れます議席が多いからっていうて予算審議なんか1 0もねえっこうやって幕引き図っていいんですか皆さんが文句つける昭和憲法の作り方と一緒じゃないですか買ったから何でもできるなと思うわけでしょ皆さん憲法に関しては納税者の納税中のは憲法よりも上位概念ですよ申し訳ないですけども なんで勝っただけの絶対得票率20%ぐらいの政党が欲しいままにそれをできるんです ひとえに自民党のこうした横暴なやり方が日本の民主主義を蝕んでいます。で、数の力で押し通せば何とかなるだろうという政治が日本の国会を殺し、日本の統治を殺しつつあります。何やってもうまいこと言いかへんのは、こんなことやってても誰も責任取らないからです。だって俺、選挙に勝ってるんだもんだけですから。まあ、実は勝ってない 我が国は今、統治の危機にひしていますえ。ぜひですね、自民党の支持者の皆さん、ほんまにこれでええんかな冷静になってください。それと、昨日から沸き上がっている泉房穂や、れいわ新選組の支持者のこんなもんは茶番だ、最初から承認喚問やっておけばよかったんだとか、わけのわからんこと言うてるアホども、お前らも並べて民主主義の敵じゃん。 冷静になれ予算審議というものがいかに尊いかということを考え直せそのための日程調整にどれだけの工夫と明治以来の知恵と工夫があるかということを考え直せ野党は今日必死の抵抗を見せると思います自民党の支持者の皆さんにもれいわ新選組の皆さんにも泉房穂の支持者の皆さんにも 僕は今日は民主主義の敵という罵声を浴び、まあ、この3人とも僕の中では民主主義の敵なんですが、民主主義の敵という,う罵声を浴びせることはやめますえ。ぜひですね、今、自民党政権がどれぐらい横暴な手法で予算を通そうとしているかということにご注目ください。それに対して、財政民主主義という民主主義の根幹を守るために、野党各位がどのような奮闘をするか。 ぜひ今日一日ご注目ください。えー、今日は民主主義の試金石のような日になります。えー、ということを申し上げて、えー、イレギュラーですが、本日の朝刊チェックを終わります。ま、えー、また月曜日お会いしましょううさようなら